石川裕太です。職業は役者をやってます。読書してます。まあ、子供の頃から小学校で読書習慣とかがあって朝読む時間があったんですけど、まあ、そういうの全然読まなかったですね。本自体がどちらかというと読めなかった、苦手だったんですよね。読んでるうちに違うことを考えてしまって結局物語に入っていけないっていうのがずっと続いてまして、だから本は自然とこう読むっていう機会癖がなかったです。ただ役者を始めてからそれじゃいけないんで結構努力でもって読む癖をつけました。役者はなんで読書が必要なのか、まあ、これは僕の考え方なんですけど、やっぱ台本を読む、それから理解するっていうスピードがやっぱり格段に上がるっていうのと、あと本を読んでその想像するっていうその想像力は台本を読んだ時の想像力とまたこれつながってくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。あとやっぱり理解力がつくと思います。やっぱ本を読むとそれなりのやっぱ自信にもなりますし、こんだけ本読んできたっていうことで台本を理解できるっていうことで自信にもつながってはいます。なんかこれが良かったな、なんか芝居に役立ったなっていう本があれば、まあ、すごく個性的なキャラクターが登場する本があったんですよ。それは生来和樹さんっていう、まあ、小説の小説なんですけど、それ短編がいくつか入ってて、その中ですね、すごくなんか個性的なキャラクターがあって、それは実際役作りにまんま使ったことがあります。でもそのまんまコピーで使いました。その短編に出てくる登場人物はもう全部個性的なんですごく面白いんですけど、たまたまその役とその登場人物も小説の登場人物と会ったんで、これやろうと思ってもう一回読み返しました。今月に何冊ほど？月に2冊。どういう本？僕は小説特にないですね。その時流行ってるものも読めば昔からあるようなものも読みますし、まあ、でもちょっとこう人間性のあるというか、ちょっとなんか暗くなるような話が好きです。あ、好きです。はい、重たい話が好きですね。ずっしりとくるような。ノンフィクションみたいな。読書は本を買ってるのか、それとも流行りの電子書籍が多いのか。iPad mini を買ったんで、ちょっとこれからは電子書籍、電車の中とかで読んでみようかなっていうふうに思ってますけど、でもこれからやっぱ小説を持ち歩くよりも、その iPad を持って、で、まあ、何冊も持ってるような感覚で、読みたいときに読むっていうことをしていきたいと思います。なんか本にもいろいろ種類があるけど、小説を進めるのは何で？まあ一番好きだからですね。好きなものを読んでる。ニュースでもまあいいと思うんですよね。活字に触れるのであるならば、まあ、なるべくその絵が載ってない字がたくさんあるものであれば僕はまあいいとは思うんですけど、まあ、ただどうせ役作りとかに生かすんだったら、まあ、小説の登場人物の方が心情とかより詳しく載ってますし、まあ、今小説から本当に映画かドラマ化もしてますから、まあ、そういったことも含めて小説からこうなんか得るものというか映像になっていくものは多いような気がします。だから必要だと思います。とにかく読む癖がついてないんだったら本当に薄いのでもいいと思うんですよね。とにかく読み切るっていうことが大切だなと思ってて、熱いのだとどうしても読み切らないで終わってしまったりしてしまうんで、薄いのを選んでとにかく読み終えるっていうことを繰り返していく必要があると思います、ね、やっぱり読まなきゃいけないわけですから役者であれば、なので薄いのをおすすめします。
チャンネル登録。今朝の会です。お疲れ様でした。お疲れ様です。チャンネル登録よろしくお願いします。